国道8号起点新潟県新潟市中央区本町交差点の新潟市道路原表国道8号終点京都府京都市下京区から須磨五条交差点国道8号は新潟県新潟市から滋賀県立東市を経由して京都府京都市に至る一般国道である新潟市から日本海沿いに北陸地方を縦断して滋賀京都に至る幹線国道であり かつての北陸道を継承するものである。新潟県滋賀県にかけて北陸自動車道と滋賀県京都府にかけて名神高速道路と並走する。現在、新潟市内の新潟バイパス区間の交通量は日本ではトップクラスとなっている。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び重要な経過値は次の通り。国道8号の歴史は 古代の北陸道までたどれる。江戸時代以前は北国街道とも呼ばれ、京都と北陸地方とを結ぶ用路であった。滋賀県の古東地域の国道8号の道筋は、古代、東山道だった道が、江戸時代の中山道を経て、現在の国道へと継承されたものである。大野大橋付近新潟県新潟市南区か、塩田原点県、親口付近新潟県糸井川市大ざ。 一部寺新潟市から柏崎市にかけては本路線の他に国道116号、国道402号、北陸自動車道などがあるが本路線は長岡市を経由し内陸側を通る路線である。新潟市、三条市、長岡市の各都市を結んでおり、また長岡市では東京方面から接続する国道17号と接続していることもあり。 交通量は多い。起点から、新潟市中央区市畜山にかけては、国道7号と重複している。この国道7号と重複している区間では、本町2、万代、新潟駅前など、各繁華街を経由する。また、途中品濃川を一万代橋で通過している。万代橋の県境量は1929年開通と、歴史が古く、新潟市の代表的存在となっており、 また2004年には重要文化財に指定されている。その先、栗の木標交差点から四畜産 IC にかけての栗の木バイパスの区間は6車線となる。栗の木バイパスは、かつての栗の木川を埋め立てて建設され、開通した区間であり、各交差点名にその名残が見られる。この栗の木バイパスの区間は、市街地を経由している上、新潟バイパス、亀田バイパス、 新潟市道市畜産鳥屋野線、新潟県道51号新潟黒崎インター、笹口線、赤石通などの各幹線道路と接続していることから日中にかけて流れの悪い区間となっている。新潟市中央区市畜産の市畜産 IC から道西区山田の黒崎 IC 間は新潟バイパスとなる。この新潟バイパスの区間は他道路とはべて立体交差で接続しており、 一部を除いて6車線であるほか、最高速度も時速70キロメートルに指定されている。この区間は、国道8号の中でも特に交通量が多い区間であり、24時間交通量が、新潟市中央区新東寺で13万1348台と、全国にその他の区間でも、おおむね10万台を超えているなど、日本屈指の交通量を誇っている。 黒崎 IC 以南は4車線となり、新潟市西区西部の黒崎地区を通り、大野大橋で中野口川を渡る。この黒崎地区の区間は、当初2車線であったが、新潟市外と近接している上、沿線の宅地化が進み渋滞が慢性化していたことから、黒崎拡幅として、黒崎 IC 下塩田原交差点間が2005年までに4車線化された。このうち、 1977年に、黒崎 IC、大野交差点が4車線化された。大野大橋は、黒崎地区三条市大館島間の一時、改築事業の一環として1963年に開通したが、当初は2車線であり、渋滞が向上化していたことや、老朽化が進んでいたこともあり、2005年に、現橋梁が完成し、大野町交差点下塩田原交差点間が4。 車線に拡幅された。大野大橋以北の区間は、四畜山 IC と黒崎 IC を除き全線が4車線以上であったが、以南の区間では2車線となり、新潟市南区を縦断する。南区内の白根地区では2車線であり、沿線はロードサイド型店舗や住宅地、工場団地等が集積していることから、渋滞や速度低下が慢性的に発生している。このため、 白根市街地を迂回する白根バイパスが建設され、一部区間は2015年3月22日に開通。残りの区間も2019年3月10日に開通した。三条市北部では中野口川と品野川が非常に近接しており、国道8号はこれらの川を挟んだルートとなっている。同市、下須五郎大和財の小葉神殿館は再び市街地となり、4車線となる。 この区間は当初2車線であったが、三条大橋を除く区間は1988年から1996年にかけて順次4車線化された。三条大橋のみ長らく2車線であったが、2003年に現橋梁が完成し、4車線化された。堺拡幅事業が進む三条市南部の坂地区の区間は再び2車線となるが、同志線場の神殿から、 長岡市西部にかけて4車線となる。このうち、長岡市内の長岡東バイパスと長岡バイパスの区間は一部立体交差となる。この長岡東バイパスの川崎インターチェンジでは、国道8号の新潟方面と国道17号の東京方面が本線となっており、国道8号はここから西に折れる経路となる。富山県境に近い糸井川市の親淵では、 山と海岸とのわずかな間を縫うように道路が敷かれており、急カーブが続く難所となっている。この区間のうち、大見歌区間の 4.2km と、外葉一振区間の 5.4km は、連続雨量が 120mm を超えると、通行止めとなる。越後時きめき、鉄道一振駅を越えて、境川を渡ると、富山県に入る。 なめ川富山バイパス富山市水峡北馬場朝日町の愛の風富山鉄道白駅付近から富山平野に入り、以後親部市まで約90キロメートルにわたってなだらかな道が続く。入禅町から黒部市内にかけては市街地の中を通り渋滞や速度低下が慢性的に発生し、なお入禅町くぬぎ山上の交差点は拡幅工事中である。 宇オズ市内に入り、江口交差点からは4車線の宇オズバイパスに入る。この先、高岡市内までの約 50km は、全線が4車線で完成している、宇オズバイパス、宇オズナメ川バイパス、ナメ川と山バイパス、富山高岡バイパスの区間であり、立体交差も多く回送路が続く。2020年現在、朝夕における有数の渋滞箇所である。 富山市の荒谷、豊田交差点と中島本郷西交差点は立体化事業が進められており、更新をお走して前の伊水市万道交差点の立体化は2016年3月19日に完成した。この間、大部分で北陸新幹線の高架と並走している。農越自動車道高岡 IC 入口交差点で4、車線区間は終了し、再び二車線となる。 高岡市福岡町区間は、市街地の中を通ることもあり、やはり渋滞が発生しやすい。小矢部市に入り、セリカー交差点で、国道8号は西側に折れて、小矢部バイパス区間に入る。なお、南側の愛の風と山鉄道線に沿う、旧道区間は現在、小矢部市本町交差点までは、富山県道42号に本町交差点からは、 国道471号に指定されている。津たバイパス、石川県河北郡津た町と山県境のトンネルを抜けると、旧道は IR 石川鉄道線に沿うように森本方面へと繋がっていたが、現在は能と、里山街道に繋がる国道159号津たバイパスを経由し、金沢市街に通じる。金沢市街に入ると、金沢東インターチェンジから、 金沢西インターチェンジ付近まで北陸自動車道と並走する。金沢西インター付近で北陸自動車道と分かれると東路線は野々市市を経て山側へと進む。白山市ではその中心市街地であるマットを通過する。しかしながら福井方面が一部区間で片側3車線に対し富山方面は片側2車線であるために渋滞が多く拡幅事業が進められている。 市街地を抜けると、田園風景が広がる平野部となり、川北町の手っ取り川大橋付近、加賀市箱宮町まで連続立体交差になる。このうち、小松バイパスに該当する大長野インターチェンジ、ヤワタ IC は対面通行で事故が多発しており、拡幅工事が行われている。小松市内は、野見市の大長野交差点から急道と分岐し、山側を通るバイパス道路となる。 加賀市の箱宮インターで、再び国道305号と合流して、黒瀬町交差点まで重複する。加賀市内は、箱宮松山交差点まで片側に車線で、松山交差点、西島交差点付近まで対面通行になる。西島交差点を過ぎたあたりから、熊坂交差点までは片側に車線の道路になる。熊坂町交差点を過ぎると、 JR 北陸線の下をくぐり、県境の牛の谷峠となる。国道27号との分岐福井県鶴ヶ島坂の下ランプ、石川県境である牛の谷峠の急坂を下った牛の谷交差点から、阿わら市内の下越大地をなだらかなカーブで南下する笹岡交差点までの 4.3km は、必ずインターチェンジがあるなど、交通の便が良いことから、 工場や物流拠点が点在するが、チェーン規制区間に指定されており、気象庁が福井県に大雪特別警報発令、あるいは国土交通省が当該区間に大雪に対する緊急発表を行い、それらが解除されるまで、冬用タイヤ着用であってもタイヤチェーンを装着していなければ通行できない。あわらし笹岡越前市、塚原の 42.2km は、 福井バイパスである。あわら市区間は、道バイパスの北端部で2018年に共用開始。暫定2車線。堺井市区間は、交通量は多いものの、比較的流れは良い。また近年、ロードサイド店舗も増えている。福井市街地に入ると混雑する。特に大和田、新母付近、及び丸山豚屋団地付近は、休日を中心に渋滞する。 大型商業施設が多いことに加え、バイパス管制が比較的古く付近道路との平面交差が多いのが原因である。ただし、国道158号との交点付近の約1トル区間は連続して立体交差化されている。福井市街地を抜けると交通量は多いが流れが良くなり、鯖江市、越前市の順で通過する。 この一帯は1995年に開催された世界体操競技選手権サバイ大会を機に4、車線化された。沿道はロードサイド店舗が並び、工業団地も見ることができる。越前市の塚原交差点で旧道と合流し、2車線区間となる。これより、鶴ヶ市、太陽までの約27キロメートルは急カーブや勾配、トンネルの連続である。部分的に、 8号防災と称した道路改良がなされている。南越前町、河野地区から鶴ヶ市大平付近までは、越前、河野、潮風ラインが並行していて、国道8号の支障時には迂回させられることもある。鶴ヶ市内は、多院小河口は、旧道とバイパスに分かれる。旧道は、市街地を通り、途中アーケード街もある。バイパスは、鶴ヶバイパスと称し、 約8トルの大部分は立体交差化されていて、信号のある交差点は1カ所のみである。夜座坂の下の約2トルが4車線化されている。途中ラムサール条約に登録された中、池見市地の横を通るが、直接降りるための道路はない。坂の下ランプで国道27号に接続し、国道161号との重複区間が始まる。 鶴ヶ市小河口から滋賀県境までは山間部を通る。部分的に4車線化されている。国道161号との重複区間は引田交差点で終わり、琵琶湖西岸方面へはここで分岐する。終点までの重複区間国道1号との分岐、滋賀県立東市立東インターチェンジ付近滋賀県の区間は渋滞が多い。主な渋滞地は 彦根市街町、彦根市東野波町、彦根市高宮町、東大見市、柳瀬、大見八幡市街、安市造上、立東出寺、立東支度屋である。人口の著しい増加で、予想以上に交通量が増えたのが渋滞の原因である。特に、大見八幡から立東インターチェンジにかけての区間は、片側一車線の上にバイパスがなく、日中は常に混雑している。 2010年の交通センサスにおける調査では、立東市の区間において、混雑度が2.0を超えている。渋滞緩和のため安立東をバイパスの計画があり、現在工事中となっている。他にも、米原バイパスがあるが、彦根市内は開通しておらず、米原警察署付近では、混雑が目立っている。東大見区間は、整備率が50%に満たしておらず、 バイパスや4車線化を視野に入れた整備を国に要望する組織が2015年に立ち上がった。また、彦根市内東大見市内の区間でもバイパス建設を視野に入れた道路整備が検討されている。前原市再エ寺交差点で国道21号と接続する。立東インターチェンジ付近で国道1号と合流し、ここから 終点のカラスマ五条交差点まで国道1号との重複区間となる。バイパス開通に伴い、旧道が国道指定を外れた路線は、祭事、旧道が引き続き国道8号に指定されている路線は、太字で記述する。バイパス自体が国道から外れた区間は、車字で記述する。新潟県三条バイパス、新潟県三条市、シ古路2丁目。 直越バイパス、新潟県上越市三津山町、富山県入善黒部バイパス、富山県黒部市古見堂、富山県石川県、石川県石川県福井県福井県滋賀県、滋賀県京都府このほか、石川県の金沢東武環状道路も当初は国道8号として計画、建設されたが、開通時に 国道303号との重複滋賀県長浜市、西屋在町国道1号との重複京都府京都市、東山区西館寺山之内町新潟県石川県、福井県滋賀県新潟県福井県滋賀県主な、トンネル主な橋梁道の駅交通量2010年度平日24時間、交通量新潟県接続路線図北陸地方、整備局管内近畿地方整備局管内、 ありがとうございます。